また今日も掃除会ですね。掃除会ですよっ。風が吹けばお部屋が儲かると言いますか、風が吹くと僕らが大変になりますねえ、お掃除が大変です。よし、よいしょ、落ちてる遠くから見るとドキドキしちゃうから怖いんですけど。本当だよね。よし、はい、掃除をしますか。はい、ここがね、うん、やばいんですね。風でね、あの細長い草が散乱してますので、はい、お掃除まずはこれで集めます。よし、あの、はい、どうしようか。じゃあ私が集める人と、うん、これ拭く人。そうだね。どっちやる？私はじゃあ先に、途中で交代してもいいか。あ、分かった。先に集めます。よし、やります。よいしょ、集める。よ、この人動かないんですけど。あ、なんか、止まってるはず。なんで止まった。ねえ、なんで？ちょっと。なんでだろう。いいよ。何がダメだってんだよ。なんかさ、うまくはまらないんだよ。あ、入ったっぽい。おい。ああ、いいよ、すごいよこれ。おお、もう DS だよ。はい、チェンジ。チェンジ。重いぞ。ね、意外と。あ、まあでも綺麗になった。なったよ、ね、なった。よし、頑張る。こいつは吸えない。こうしたら吸えんの？うん。おお。よし。もういいかな。ね、うん。あ、これ。
し。よし。あ、私の上着。よいしょ。落とし物がいつもよくこうなってる感じ。いや、初めて見たけど。あの時は寒い私にかぶせてくれてありがとうって。ね、でもちょっと寒々しいからなんかあのクリスマスとか着てあげたらありだよね。はい。まあ、ちょっと残ってますけど、ちっちゃい。まあこれね、靴はもう同じようですから。難しいね。いや、だいぶ綺麗になったよ。はい。はい、ということで、三郷ストレッチファームのお掃除編でした。はい。バイバイ。バイバイ。